皆さんこんにちは。アトリエ G の絵画空間のチャンネルです。車を走らせること20分、今日は倉敷市玉島に来ています。この街はどこか懐かしさを感じさせてくれる昭和の佇まいそのままの街並みが多く残っており、映画オールウェズ三丁目の夕日のロケ地になったことでも知られています。今日はそんな昭和レトロな玉島の家並みを水辺から描いてみようと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。昭和レトロな家並みと言いましたが、実はここ玉島は江戸時代に港とともに急速に発展した町でした。前回の動画で備中松山藩の小堀遠州のことを取り上げましたが、ここ玉島の港はもともと備中松山藩の藩の港として栄えました。現在の高梁市を通る高梁川は、蛇行しながら倉敷市に流れ込んでいきます。その途中、支流である溜川の水水路を活用して造成されたのが玉島港です。玉島港は西国航路の一大拠点地として大いに発展を遂げます。その水運の主役が竹瀬船です。備中松山藩の竹瀬船同様、東隣旭川の水路では美作国落合の高瀬船が有名でした。記録によると、川を下って岡山までは1日で行けましたが、帰りは4日かかったということです。昔の人々の苦労が伺えます。また、落合には名家高瀬船があり、昔から多くの人々に愛された一品です。Thank you.
2005年公開のオールウェイズ三丁目の夕日という映画をご存知でしょうか。昭和30年代の東京の下町を舞台に、人情味あふれる古き良き時代を見事に再現した映画で、公開当時は CG を活用した画面の美しさが評判になりました。そのロケ地の一つが、ここ玉島の通り町商店街を中心とした街並みです。今なお昭和を感じさせてくれる、どこか懐かしい地域です。私自身、この玉島に11年間勤務していました。オールウェイズのロケが実施されていた時は、おそらく近くの職場で仕事をしている最中だったんだろうと思います。ロケ地となった通り町商店街も何度も歩いていますが、本当にどこか懐かしい愛すべき街だと思います。オールウェイズの舞台となった昭和30年代、昭和33年に完成した東京タワーの建設中の姿が、当時の人々の心の支えを象徴するかのようにたびたび登場します。私も美術のジャポニズムの授業で、建設中のエッフェル塔の写真とともに、建設中の東京タワーの写真をよく見せたものです。元気な昭和のシンボルだったのかもしれません。ちなみに高さは東京タワーの方が若干高いようです。高瀬舟というと、森鴎外の同名の短編小説を思い出す方も多いのではないかと思います。私も目の前の風景の中を、かつては高瀬舟が往来していたのかと思うと、鴎外の小説のことが気になり、帰宅後すぐに読んでみました。この小説のテーマが、知足、すなわち樽を知るということです。今日はその知足の部分を読んでみようと思います。ストーリーは、高瀬舟の役人である庄衛が、流罪の身である喜助の毅然とした姿を見て不思議に思い、知足について考えるという短編小説です。庄衛は、ただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は、身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。核のごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのが、この喜助だと庄衛は気がついた。
本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。また来週お会いしましょう。See you next week. Bye bye.